どうも、お疲れ様です。億万長者合宿の動画をご覧の皆様。あの、ずっとね、山本太郎さんの、まあ、ネタを絡めながらお話ししていたんですけども、なんでそういうことをしたのかっていうのでね、一つコメント気になるのがあったんですよ。それはですね、お金稼ぎのために政治をするんですかっていうふうな書き込みがあったんですよね。まあ、あの、政治ってのはお金がかかりますから、お金を稼ぐと同時にお金をむちゃくちゃ使うんですよ。そう考えていくとね、いい言い方をすると、 社会経済に貢献することになります。で、よくね、あのー、定数削減とか言って国会議員の数を減らそうとかね、行政職員の数を減らそうみたいな動きがありますけども、これはね、実はね、全く間違いなんですよ。あの、公務員さんが増えるってことはいいことなんですよ。公務員が増えると、公務員さんにお給料を払わないといけないでしょ。その分だけ財政出動の枠が広がるんですよ。つまり国債発行が増えるんですよ。 で、公務員さんがいただいた給料を必ず民間で使いますから。だから民間が儲かるって形になるんですよ。でもね、どういうわけか、身を切る改革ね、維新の会じゃないですけども、議員の数を減らす、行政職員の数を減らして民間に委託すると、ものすごく良くないことが起きます。というのが、効率化が進んじゃうんですよ。ちょっと妙な話ですけども、実はね、行政職員っていうのは、 効率化すすればするほど民間が稼げなくなくるっていうね不分率があるんですよいや民間でしか働いたことないよ私たちにとってみたらね何とも妙な話でしょでも基本的には税金を集めてその税金を再分配して公務員の方の給料が出来上がってるわけじゃないんですよね税金がいくつら集まったかと関係なくですよ国家公務員さんはじめとする行政職員に給料は払われてるわけですよこれがだから あの財政出動国会、えー、国債発行の、まあ、真実なんですよね。だから、保育士さんとか介護士さんとかね、あと、ガードマンさん、こういうのを公務員にしたら、あの国家財政がその分だけ膨らむんですよ。だからといって税収が、なんかね、もっと取らないといけないってことにはならないんですよ。まあ、税収なんて、極端な話、ゼロでも国家運営はできるんですよ。でもこれは極端な話ですよ。実際にゼロにしたら成り立ちません。税金ってのは、 財源であるっていう役割の他にも、たくさんの役割があるからなんですよ。それは一つには格差の是正っていう問題とかね、富の再分配とか、あとは伸びすぎないようにマーケットにキャップをするっていうことですよね。今ね、いろんなものが売れにくくなるのは消費税のせいなんですよ。商品買うと、わけもわからずそこにね、10%基本的には取られるわけでしょ。だから何かを買おうかなと思っても、 商品代金以上に値上がりしてるわけですよ。それはね、なかなか買いにくくなりますよね。消費にブレーキがかかります。でも消費税がなくなるとどうでしょうか今まで私たちが買っていた商品っていうのが基本的に値下がりするわけですよね。だったら我慢していたあの商品もこの商品もちょっと買おうかなって気になるじゃないですか。まあそういうことによってね、税金っていうのはあのいろんなブレーキ、加熱にキャップをするっていう役割もありますんで、なくしてはいけないんですよ。 だから無税国家ってのはあんまり良くないですね。必ずどっかにキャップをはめることによってバランスを取るわけなんですよ。あとね、所得税しかない国ってあるんですよ。所得税しかない国ってのはどういうことかっていうと、売上を上げた時に税金が取られます。それ以外はないっていう形です。その他、消費税的なものしかない国もあります。それは商品を買う時に付加価値税って言うんですけども、商品価格が100だとしたら200を払わないといけないんですよ。その代わり他の税金がないっていう形なんで、 領収書を取っておく必要すらないし、確定申告もないんですよ。まあそういうふうにしておくと、暮らしってのは結構楽になったり、商品販売が楽になったりするわけですよね。まあ購入するときには割高感を感じますけども、でも、その分、所得が低いですから、所得税がないんで。100万稼いだら100万がすっぽり懐に入ってきますんで、すごく楽なんですよ。当然ですけども、社会保険料みたいな天引きもありません。もう本当に税金が一本化されてるんですよね。で、シンプルであるが故に、 みんな計算しやすい。ところが税理士さんがいないっていう問題もありますよね。<laughs> そういうふうな形でね、まあ日本もトータルで見ると私たちにとってみてはものすごく住みやすい国なんですけども、住みやすい国であるがゆえに、どんどん住みにくくなるっていうふうなパラドックスも起きるわけなんですよね。まあそれでね、山本太郎さんの、あのー、キーワードを使いながら動画を使っているのはなぜかっていうと、私自身ね、山本太郎さんの後を継いで政治家になってみたいなって気持ちはあるわけなんですよ。 で、これがないと、うん、単なる、金稼ぎで終わるような、まあね、それもいいんですけども、単なる、ネットビジネスの人みたいになっちゃうわけですよね。いや、私はもともと、10年前、売れない麻雀店の店員をやってましたよ。そこから、あまりにもお金がないんで、ネットビジネスっていうもので一発逆転かけたわけですけども、それによって、資金は楽になりました。楽になった資金で今度何をするかっていうと、今度は、世の中の体制をね、少しでも変えれないかなと思っているわけなんですよ。 で私は自分で経営していた会社の体制を変えることっていうのはできました。小さいグループだったんですけどね。それから、あと2、3年前ですけれども、この町に住み着いてしばらくになりますんで、町内会長をやってみたときにね、町内の決め事っていうのもできるようになったんですよ。ただその延長線上で政治家もできないかなと思ってるだけなんですよね。うん、で、山本太郎さんみたいに制度を変える権力を持つっていうのは、なかなかね、魅力的だなと思いましたね。 もちろんそれは私利私欲ではなくて消費税がなくなななくったららいいいのになぐらいのにぐ気持ちなんですよもちろん消費税があった方が美味しい思いをする人っているでしょうけどもそういう人に挑戦するっていうのもなんかね自分の人生を振り返った時に大きな醍醐味になるんじゃないかなと思いましてねそんな気持ちで、えー、ちょっとね山本太郎さんを中心とした政治ネタもちょっと絡めながらの放送になってますね はい。というところでね、もともとは、クロームブック、中古で買って喜んでニヤニヤしている、そんなね、私でしたけども、今はこんな偉そうなところまで来ましたよ。本当に偉くなれるかどうか、これからの私のね、活躍次第と、あと、応援してくださる皆さんの、<laughs> お気持ち次第ということなんで、えー、へこむコメントあまり書かないようにしてください。それでは、お疲れ様です。